今日のウうの「フ i イブ最終関門ゲートインが終わってスタートしました揃ったスタートを切っていますまずは2番シナモンスティック促して出ていきますが並んで11番リバーラさらには1番グレートゲイナー外は並んで4番アービグチア先団3頭前から5投目3番ファイアダンサーがいってさらには8番ファロロジーそして15番のシュバルスカイザーと固まってこれから3コーナーカーブに向かっていきます後方には7番フレッチア あとは6番ロンドンプランが続いてそして14番サンライズ・オーネストそして13番コムストック・ロード庭新離れて外を通って12番森のドリームそして10番ロードベイリーフ 600m は33秒1の通過その後方に9番ディビナシオンあとは5番鳳凰ノーサイド最高方16番オールパルフェさあ残り 400m4 コーナーカーブ前は固まって直線に向いています。前は1枠2頭 1>, 1番グレートゲイナーと2番シナモンスティックそして4番アッビーグチアバグンの中3番ファイヤーダンサー外からは15番シュバルスカイザーバグンの中7番フレッチア8番ファラロジーそして14番サンライズ・オーネスト広がってくるが1番グレートゲイナーか4番アッビーグチア15番のシュバルスカイザー広がってゴール外は12番の森のドリームそして14番サンライズ・オーネスト激戦のゴール前